余韻に浸りまくりです。カルミさん、ユッキーさん、にじ色さん、アリスさん、ヤックン、カンちゃん、ハムちゃん、アサミさん、ポップマスターさん、グッチ、ケンジ、ローマ字のキョウさん、カジヤマさん、ノブさん、マミシバさん、ユッキーさん、ハートありがとう、マレーさん、ナオナオさん、スエさん、キラさん、竹山メイツさん、アストロンさん、ニオさん、ありがとう。そうなの、ノリちゃんはカラオケです。ガックンさん、コエポンさん、そうです、カノーさん、第三のお家からです。ファントムさん、おひつりさん、白夜さん、バンクーバーさん、おかきさん、ありがとう。今日は自宅のカラオケボックス。そうです、なんかもう毎回こう背景があんま変わらなさすぎて、もう自宅よねこれ。バンクーバーさん、おかきさん、道秀さん、ありがとうございます。東京で着てた着物は涼しげな色で夏用みたいに見えるけど、いや夏用ではなかったかな。ね、涼しげでいい色ですよね、カラパ。そうなのよ。好きな色でした。道秀さん、マイルズ E.O. さん、ありがとうね。HK さん、ガッチさん、マサさん、ありがとうございます。お供はポンカンジュース美味しいよって。いいね、ポンカン。私も愛媛いるからポンカン飲もうかな。横ちゃんちゃんさん、ローマ字のマサさん、はい、そうです、今日はやっぱりカラオケに住んでたんですねって、バングバさん、そうみたい。エイジさん、ひらがなのシンジさん、ブレイブさん、ありがとうございます。アマトウさん、ありがとうございます。いました、いました。ピカロンさん、ギウさん、ひらがなの、ありがとう。マミシバさん、プチありがとう。インスタのキーちゃんめっちゃかわいいが、かわいいやろ。というかもう一個見てほしいキーちゃんがあったんですよ。ちょっと見てくれる？あ、これはちょっと前のね、スカイツリーの時の写真。もう一個見てほしい。通常時いつもこの枕の隅でこうやってきなこいるんですよめっちゃさ、なんかコッペパンみたいで可愛くない？きなこ。まあこのコッペパンの状態なんよ最初はね。ほいで、言って可愛いからさ、あのキイちゃんってこう撫でに行くやん。そしたらなんかね、裏返って戦闘態勢になるというか、裏返るんですよ。ほんで、ま、こんな感じで、あんたどこをこう向いとるんじゃっていう感じでひっくり返りきなこっぺ、きなこっぺです。え、レオンくん？え、レオンくんこんな感じ？めっちゃ可愛いやん。いや、可愛いかろこれ。こんな感じでなって、で、ちょっと隙間から攻撃してくると。こんな感じでね。可愛いわ、本当に。どうしよう。っていう。リュウさんかわいいやろ。ちょっと戻ります。そうなのよ。千葉さん、ありがとうございます。まーちゃん、小説家さん、ゆとこの、ゆっきーさん、プチありがとう。あ、ローマ字のよしさん、お着物、そう浅草で着てきました。千葉さんに、ワンガンさん、ありがとう。東京雨でした。あら、東京雨だったのか。今日はなんかこっちも雨って言われてたけど晴れてました。今日雨だったのね。竹山みいちさん、カウントありがとう。ねえキラさん、何回でも見たくなるよな。トイエ、あ
ありがとうトゲ。今日もとても楽しい一日でした。ゴヤモンさん、ローマ字のヤス A さん、ありがとう。そうよ、ある意味ね、家に戻ったわけよ、ヤマピ。本当に本当に。しんいち、夜勤中？お疲れ様。ラム、ニコトレムさん、ゴンちゃん、ありがとうございます。ねえコロボ、そう、そのことなのよ。2回目ってすごいね、こう余裕ができるよね、周りを見る。こう見れてなかった部分とか見れたりしてすごく楽しかった。まさみうらさん、いらっしゃい。え、ヤマピー2300歳だって。ありがとう、2300歳、すごい、ありがとうございます。毎日やばいね、2300回、嬉しい、ありがとう。え、めっちゃ小説家さんに怖いこと言われてるんだけど、右肩に手が乗ってたって。とうとう見えるようになったのかな、私の右についてるやつ。のんちさん、いらっしゃい。ひなおちゃんを入れると4軒目の自宅、そうなります。あ、ポップマスターさん、お誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアポップマスターさん、10時半にできたから来てくれたのか。若いさん、プチ、ありがとうございます。今日は焼きそばにカキフライです。だっていいね、いいね、カキフライいいな。あれ、京都の自販機でもポンジュースのスパークリング普通に買えるって。あ、でもそれは東京もだな、なんか売ってたぞ。虹色さん、花束ありがとう。フジモンさん、2週とかおうとありがとう。ホシピーさん、ありがとう。ホシピーさん、スイさん、プチ、ありがとうございます。久々に椿の湯に行き、湯釜付近で整えました。だっていいな、椿の湯懐かしい。ありがとう、23日、もうちょっとだね。ようちゃん、ありがとうございます。ただいま。リカルド人間不信さん、ありがとう。おそらちゃん、ありがとう。コラボ、明日の松山は、あ、ほんと？よかった、晴れなんだ明日。よかったよかった。あきえもんさん、いらっしゃい。きーちゃん、やっぱり狭いところが好きなのね。そうなのよ、きーちゃんめっちゃ狭いところ好きよ。まあ猫みんなそうなのかな。お、ピローさん、ピローさん、こんばんは、ありがとう。そう、戦闘態勢かわいいやろ、本当にかわいいかろ。そうなのよ、きなこいつも遊んでってね、来るんですよ。最近はね、食欲が旺盛すぎてね、母に怒られてます、いつも。食べても食べてもね、なんかね、訴えに行くんですよ、ご飯を。大将さん、セミありがとう。我が家の防音ルームを作ってダムを入れてから、子供たちの歌が。すごい。いや、すごいよ。いや、家に防音ルーム作ってダム入れてるってもう最強よね、本当に。すごすぎるわ、飛躍的に上手くなってます。だって、そうなんだ、平和通りの元帥の方一旦閉店するんや。でも建て替えないやね。そう
そうかそうか。写真ね、写真アップしたいですけど。猫や犬が裏返るのは気を許してる。あ、そうなんかな。なんかね、聞いたことあるのは、あの気を許してる顔みたいなのがあって、なんかね、目をこうあのゆっくりつぶるというか、なんかそういうのをしてくれる時があるんですよ。なんかそれはね、気を許してるみたいな、まあ、聞いたことある。めっちゃ可愛いよそれ。リラックマンいらっしゃい。マサさんプチありがとう。明日もお休み、ゆっくりしてね。よしんか、お休みかい。キリンさんにアメマさん、サカピーさんもありがとう。今日カラオケに行ったよ。ギターの練習を並行して。あ、え、サカピーさんも行ったんですか、カラオケ。良いね。え、うまいね、花からさん、今日のやつ。セミありがとう。今宵涙こらえて投げるセミのセレナ、セレナーデ。もう詰め込んどるやん、それ。ありがとう。めっちゃいいやん。ガッチさん、カウントありがとう。オッキーさん、いらっしゃい。天狗初代メンバーの知事さん、再選。あ、ね、それ見たい、ヤフーニュースで。おめでたいです。デュエットするさせていただけるものなら、一緒に歌わせてもらいたいわ。知事と前、もう一度。ひでますさんいらっしゃい。岡村さんいらっしゃい。きーちゃんおめめこりこりなのなって。そうだよ、きーちゃんはもう目が、なんか黒目が大きいんですよ、きーちゃん。目の玉もでかいんですけど、黒目が大きい。まみしばさん、セミありがとうございます。2300歳のヤマピーにスクリューよーち。ブラジルまで行ったらしい。メタボさん、野良犬さん、テストさんありがとう。ローマ字の、あ、メタボさんお久しぶりです。キャメさん、イナッチさんいらっしゃい。お母さんありがとう、お久しぶりだ。お母さん、フォレスト系男子さん、ペリーさん、ひなほー、ひなほーだよー。ヤマピー、レインボースターめっちゃくれとる、ありがとう。ゼコもありがとう。ひでゆきさん、流れ星ありがとう。スコールさんいらっしゃい、ありがとね。ありがとうございます。みんなもおめでとうて。ひでゆきさん、フルありがとう。君の名前を呼ぶ僕の声、夕焼け空に溶かして、夜が見えるのを待っている。ありがとう。なおさん、兄さんさん、プチありがとうございます。お疲れちゃん、今日は大阪で先輩の記念ライブに参戦。何、あのバンドじゃない、なんかされとる方がおるって言った方から。エモくて泣いた。エイジさん、2週とカウントありがとうございます。シロさん、石高さん、はるかさん、アントワーヌさん、のりたまさん、フジモンさん、今日もありがとう。フル、のりたまプチありがとう。ポブマスターさんに、バースデーもう一曲、もう一曲、もう一曲、いきょん
さって日本代表戦なんだけど、ひなほちゃんのショールームとかぶりそう。え、待ち、ちょうど10時ぐらいなのかな。きなこちゃんは爪切らせてくれるの？あー、うん、なんかね、母が上手で爪切るの。なんかね、いつも嫌がったらやめるっていうのをやってたから、なんかもうしょうがないなーみたいな感じで最近は諦めてくれるようになって、切るときに。なんかね、無理強いしてなかったらね、割とこうなんか嫌って感じにならなくなって切らせてくれると、爪を。グッチフル、ありがとう。グッチ今日もカルビさんもフル、ありがとう。カルビさん、うちの子も狭いとこ好きですよ。あ、本当？かわいいな、みんな。人見知りのにゃんことかはね、本当なんか気づいたらいないよね。どっか隠れちゃってね。お、道秀さんも見てくれたストーリー。あ、えなさん、えなるむのえなさん、ありがとうございます。ハムちゃんフル、ありがとう。ハムちゃん明日も早いので、あ、そうなんだ、おやすみ、頑張ってね。ようちゃんカウント、ありがとう。おひなも狭いところ好きみたいだけど、もしかして前世は猫？そうなのかな、前世は猫かもって思うとき結構あります。そう、狭いところもそうだし、高いところも好きなんですよね、結構。あ、えなさん、フルだ、ありがとうございます。いつも嬉しい。そうです、今日も人からに来ております。ライブで水平線に沈む夕日を背に、無邪気にいつもはしゃいでた。日焼けの跡が面白くて、ずっと笑っていた。ありがとう。あれ、なんか画質なんか曇ってるのかな、ちょっと失礼します。お、ちょっとクリアになったかも。ローマ字のよしさん、アンプありがとう。あ、あとスズメの歌聞いてくれてありがとうね、嬉しいですね。今日の心が雨、配信見て晴れ、つまり雨のち晴れ、時々休止。今日は雨だったんですか、心が。晴らせてみせよう、リラックマ。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん、今日お、ユッキーさん、ありがとうございます、見てくれて、 TikTok 嬉しい。あれ、兄さんもおめでとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア兄さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ありがとう。大将さん、フル、ありがとうございます。ひなおちゃんが初めてカラオケしたの何歳？何歳だろう。でも結構ちっちゃい時から連れてってもらってた、カラオケすごい好きでね、カラオケ家族と。あ、スナックで中学生の時、それなかなかないね、それは。大将さん、すごい。お仕事いってらっしゃい。毎年自分の誕生日を境に冬を感じ出します。でも素敵やね、確かにね、この時期もう冬って感じしたもんな、さっき。白夜さん、よっき今日ありがとう。
嬉しいですね。ひなぼうも時々気を許した顔してますかね。どんな顔してんだろう私。恥ずかしいです。おひつりさんプチありがとうございます。僕はひなほの前ではいつも気を許してる。え、本当ありがとう、嬉しいですね。それえ、猫は顔洗う仕草で次の日の天気がわかるの？どういうこと？知らなかったそれ。のぶさんフル、ありがとうのぶさん。今日でリーグ戦終了、来季は J2 昇格ですって。え、そうなんや。あら、今日でリーグ戦終了したんだ。わあ、すごいお疲れ様だ。え、もうそれ昇格確定したってこと？すごっ。隣から規制が、そう、隣でめっちゃ盛り上がってる。そうだ、キャメさんバラありがとうございます。ストンコさんいらっしゃい、ありがとう。八六さんありがとう。昨日ほのかさんがももクロちゃんライブ行ってたっていいなって。え、行ってたよね、いいなね。しかもめっちゃいい席だったみたいじゃん。のぶさん、ひでゆきさん音符ありがとうございます。ひでゆきさん流れ星、未来さん今日もありがとう。クラッシャーのぶさん、たかひろ、おお久しぶり、ありがとう。寒くなってきたね、本当に気をつけよう。ローマ字のまささん、ふるありがとう、ふる嬉しい。わ、にじろさん小説見終わったんだ、すごい。2回目見に行こうかと。だっていや、大臣かわいいよね。お、おひーさんいらっしゃい、ありがとうございます。チェンソーマンを見て最近欲望に生きる大切さを知ったって。あ、なんかわかるかも。わかるよね、わかる。チェンソーマン、なんかがむしゃらにとかいろいろ教えてくれるアニメだ。ひろくんありがとう、コメント TikTok。 あ、アリスさん、かんちゃんもフルありがとうございます。ありがとう。ケンジ花玉ありがとうございます。ケンジお弁当箱もありがとう、嬉しいわね。野菜炒めさんいらっしゃい。アマトーさん、セミありがとう。改めて動画の Vlog を見て23日の聖地巡り。あ、本当ですか。ぜひぜひ23日回ってくれるのね。のぶさんハートありがとう。のぶさん、とろけるさんプチありがとうございます。村上さんありがとう。さあ、今日はね、23日の練習で人からに来てます。おお、つっち久しぶりだ、ありがとう。久しぶり、顔拭かれた。新しい顔よ。ピカルンフル、あ、ありがとうございます。あ、うん、昔ね、チャッキリ節習ったんだけどね、もう覚えてないかも。あ、わかんないかも。フルありがとう。他にあったらお弁当箱もありがとうございます。きなこいさんいらっしゃい、
真展の写真何度も見返しながら、またどん兵衛の大風ビーフカレーうどん食べた。また食べたんかい。昨日言ってたやつよね。ありがとう、写真展の写真見返してくれて嬉しいね。豆島さん、フルありがとうございます。ここ最近の映画で他にも見てみたい映画ってある？あ、あるある。あの耳を澄ませば見たいんよ。まだやってるかな、耳を澄ませばって。すごい気になっとんやけど見れてなくて、まだ。あとね、あ、なんかいっぱいある。アバターとかも新しいの出るみたいやし、あ、あとあのボヘミアン・ラプソディを、あの映画監督された方が新しいやつを出すんで、まあ、何やったかな、新しいまた違う方のをフューチャーした映画が出るんですよ。それも気になってる。なんだっけな、どなただったかな。見たいのは結構ねある。もう宣伝の時にめっちゃ見たくなる、その本編始まるまでの。おかきさん、バラありがとう。ひろくん、プッチありがとうございます。おお、明日もお仕事、ファイト、頑張っちゃ。ドナルドさん、レシュートカウント、ありがとう。ドナルドさん、エイジーパパさん、ありがとう。はじめまして、エイジーパパさん、嬉しい。ルームフォローしてくださったのか、ありがとうございます。キンニャンさん、いらっしゃい。のび太さん、はじめまして、ありがとう。ピルクルフル、ありがとう。ピルクル、今日もありがとうございます。画伯もカラオケ来るんですか？うん、画伯と、すごい今までで一番多いのは画伯ですかね。カラオケ来た回数一緒に。エイジーさんにユッキーさん、フルありがとうございます。校庭の端で反射してた、誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっと流れ落ちてくようで、風に耳を塞いでた。膨大な時間となった、出てきる可能性。ありがとう。スノーハレーション、不思議だね今の気持ち、空から降ってきたみたい、特別な季節の色がときめきを乗せるよ。ありがとう。ブレイムさん、フルありがとう。今日も猫オスは左手、メスは右手を使う傾向にあるみたい。ええ、マジ？きなこがよく使う手を見ると利き手がわかるだって。うわよ、え、どっちなんだろう、見とこう。なんか結構両手使ってる気がするんだけどな。マサさん、セミありがとうございます。ありがとう。クンマのを出した子一等賞、よきん。ローマ字のマサさん、ハートありがとう。え、猫が顔洗ってる仕草すると雨降るって言うんだ。湿気とかでやるのかな。え、知らんかった、全然知らんかった。なおさん、にいさんさん、セミありがとうございます。ひなおちゃん、嘘みたいやけど今日も大阪でテレビにいても。マジ
リウッドスターなおさんまさかの毎日インタビュー受けてない、いろんな局の人から。すごっ。ようちゃんそうです。カラオケいい愛媛。アメマさんセミありがとうございます。おうドワーフさんありがとう。今日もわスコール濃いめいいよね。こっちも負けずに盛り上がるぞ。おサカピーさんフルありがとうございます。キスで目覚めるお姫様なんておとぎ話の中だけでいいわ。目が合うたびにもどかしくなる白い世界でまどろむそうわ。ありがとう。トキキさんいらっしゃい。ミオナさんありがとう。ワンガンさんセミありがとう。あれ本当ミッフィーの動画娘に見せたら笑ってくれました。だってええ私の嬉しい。そうなの。シャラクさんいらっしゃいありがとう。ムラピーさんもフルありがとうございます。ムラピーさんおひつりさんバラありがとう。若井さんセミありがとうございます。今日はお墓参り雨混じりで晩春かなの趣でした。寒かった。だってあ今日お墓参り行かれとったんや。 おかえり寒かったやろ。冷たかったしね風も。お秋やんフルだってありがとう。秋やんめっちゃ猫だありがとう。ヨッシーさんありがとうね。ひらがなのストンコさんセミありがとうございます。ファントムさんフルありがとう。ファントムさん嬉しいね。カノンさんダルマレンジャーコテンありがとう。黒パーカー今日はね紺色ですね。青いパーカーですかね。ムラチンフル今日もありがとう。こんばんはありがとうございます。コタロウさんもフルだありがとうございます。23日に来てくれる人に大きい将軍バーで一言。来てくれて感謝いたします。最高のライブにします。お待ちしております。雨が降らないことを祈っときますね。やっくんフルありがとうございます。こいこいこいありがとう。あ、だるまレンジャーこてありがとうございます。おまたいつか来れるかわからないけどまた来ますって言ってくれてるありがとう。待ってます。そっちなおさん233さんレインボースターめっちゃくれてるありがとう。ゆっこもありがとう。兄さんレインボースターありがとうね。のりたまバラありがとう。ようちゃんフルありがとうございます。あ、いつか見た夕焼けはあんなに綺麗だったのに恋なんて呼ぶには汚れすぎてしまったよ。そして君が知らずに幸せな灰になったとて。ありがとう。ああそうそうそうホイットニー・ヒューストンですの映画見ましたさ。それだそれもめっちゃ気になってて、あのボヘミアン・ラプソディ見た時からあのめっちゃクイーンにハマってて、ハマってたですよね。だからそのホイットニー・ヒューストンも見て聞きたい。いっぱいワンガンさん
がとうございます。あら嬉しい。今日はおくまらしいおくまもありませんか。ありがとうございます。豆島さんカウントありがとう。アバター、あ、アバターね。あ、私そうだ、母とアバター見に、ワン、アバターワン見に行ってたんですよ。その時初めて IMAX ができた時やって、 IMAX できてすぐアバターが公開されたよ確か。で IMAX3D 見てめっちゃ感動したの覚えてて、だから今度も見に行きたいと思って。多分 IMAX できてすぐアバターやってたよね確か。ミッチーマウスさんありがとう。あ、テスラの劇場版、そうだ、それは見に行きます絶対。アントワーヌさんフルありがとうございます。うわー、めっちゃ食べたい、食べたいけど無理なのかな。確かに生物扱いになっちゃうかもしれない。食べたい、どうだろう、あーどうだろうな、難しいかもしれないな。あー、ラメ太郎聞けてない。リュウさんフルありがとうございます。映画気になるのたくさんあるね。リコリスの舞台も気になってます。あ、ね、発表されましたね、リコリスの舞台も。行きたい、どこでやるんだ。カラオケって回数券や年間のパスとかあるなりかなって。回数券はないけど、あのポイントが溜まってくかな、カラオケは。行くたびにポイントが溜まって、そのポイント使えるようになるみたいな。結構溜まりました。おやすみ。顔パスはやばいな。ユスフさん、あら嬉しい、はじめましてありがとうございます。エイジさん、サイリウムにファントムさん音符ありがとう。カノーさん、プチとゴジュとダルマレンジャーコペ、あ、奥様フルいつもありがとうございます。ありがとうございます。今日もム11号さんいらっしゃい。リュウさんハートありがとう。バンクーバーさんフルありがとうございます。これこれ8月、あれもこれも全部洗い流してしまい、そうだそら胸いっぱい吸い込んで、少し青く染まった声で叫ぶ、アイスクリーム You scream I study here by me。リュウさんハート、若井さん服、うちはありがとう、たくさんチョコも。オッヒーさんカウントと2周ありがとうございます。そう、小太郎さんホイットニーヒューストン、さとしさんいらっしゃい、ありがとうございます。そうそう、今日撮りましたよ TikTok は、さっき載せました。おひつりさんハートありがとうございます。あ、24日まで重信で上映か。わ、そっか、もうちょっとで終わっちゃうの。おひつりさんハートめっちゃくれてる、ありがとう。テイさん、そうです、今日もカラオケ。ケイトクさんいらっしゃい。コエポンさんフルありがとう。3日後松山遠征なのに緊張感のない私にカツを入れてください。よいしょよいしょよいしょ。無事にたどり着くんやで、かっこいいな。ホイットニー・ヒューストンカラオケで歌ってたんだ、ポップマスターさん。ノブさん音符、ファントムさんも音符ありがとう。
おしげさん、今日もありがとう。会長、スランプくん、ありがとうございます。会長、お疲れ様。ようちゃん、結婚してありがとうございます。ボブマスターさん、フルありがとう。ボブマスターさん、今日もあら、おさむさん、600回訪問ありがとうございます。わー、嬉しいですね。たくさんきなこちゃんを抱いても暴れない猫ちゃんって珍しいので、本当に抱っこ嫌いな猫ちゃんもいるんですけど、意外となんか抱っこ大丈夫な猫ちゃん多い気がする。なんかそう感じる。どうなんだろうね、皆さんとこどうですか。おひつりさん、セミありがとう。にゃにょにょの天気予報って歌がある。何それ、にゃんこの天気予報ってこと。海道線五郎さん、のぞみん大好きさん、ありがとう。おひつりさん、だるま、ありがとうね。にじいろさん、ハート。じゅんやさん、いらっしゃい。了解であります。うふって。あまとうさん、ありがとう。かりたん、ありがとう。おー、むらちんも雨だったらいけるのか。なんか何人かの方はね、雨だったらいける方がね、おいらっしゃるんだよな。時間に分けて雨降ったり晴れたりしてほしいね。むずいか。体調フル、ありがとう。今日もピザの日です。かわいいひなピザ食べポーズ。今日ピザの日。とてもじゃないけどピザには見えないね、これ。ピザ食べポーズ。ようちゃん、ありがとう。マンボウさん、はい、今日は練習しに来ました。大工さん、カウントとフル、ありがとう。配信待ってる間に毎日毎日レベルだね。すごいわ、すごいですな大工さん。あれ、東京 MX でラブライブやってるんだ。ミューズのやつかな。ローマ字のマジさん、バラありがとう。マライアキャリーって聞いたことあるな。トゲ、ナオさん、リーサさん、フル、わーい、ありがとう。お昼みんなで大阪中華のコースでした。明日も岡山で中華？やば。大阪の中華って美味しそうやな、めっちゃ。おひなは、おひな、お昼ハンバーグ食べました。美味しい。タイトラ。ショットガン持ってるスタンガンより強烈なやつ、ビリビリビリなんか来ちゃうよ、君に恋しちゃダメなのに。ありがとう。3DS ではアバター迫力出ない。フル、ありがとうございます。花火。眠りにつくかつかないか、シーツの中の瞬間はいつもあなたのことを考えてて、夢は夢で目が覚めればひどく悲しいものです。花火は今日も上がらない、ちょっと曖昧ですが、記録お休み。
お仕事ファイト明日も。秋山さん、フルありがとうございます。乙女モード、おはようってほら目覚ましが鳴る、はっとした今何時、着替えて飛び出す午前8時。ありがとう、久しぶりに A メロ。翔さんプチありがとう。翔さん、明日は病院なんだけど、病院終わりのお昼ご飯何がいいかな。まあやっぱりね、消化にいいものがいいんじゃないですかね。乳麺とか。え、ゆきさん、キスケでカラオケ歌ったことありますか。キットの方かな。ひらさん、レインボースターありがとう。カツオさん、ありがとう。ひらさん、かわいい。ありがとうね、ひらさん。ローマ字のマサさん、レインボースターありがとう。おひつりさん、フルありがとう。ねね猫がね、なにぬねの尻尾を立てたらいい天気、にゃんって歌。え、なにそのかわいい歌、どこで聞けるの。それで天気予報してくれるんだ。尻尾立てたらいい天気になるのか。え、ななはちゃんのところは猫は抱っこされたらうーわんって怒るの。え、かわいいかわいいな。じゅんやさん、プチありがとうございます。カウントと、あ、レインボースターまでありがとうございます。一緒にカラオケに来てる気分ですか。手に、お、それは良いですか。みんな一緒に歌おうや。そうやね、今日はね、さっき入れてきたドリンクバーの飲み物だ。でかいマカロンじゃん、これ。確かにマカロンに見える。美味しそう、美味しそうだね。でもテクマクマエコンだ、あれ、てくまくまやこ、てくまくまやこ。23、お風呂入って清めてライブ行きます。え、ありがとう、待ってる。清めてきて。ひろくおやすみなさい。ありがとう。若井さん、虹色さん、フルありがとうございます。松山で最初に歌う曲お願いします。ダメならアンコール用意している曲、ダメならプラチナうわー、でもこれは当日に撮っておきたいですね。この最初の曲とアンコールの曲ね。ということでプラチナハートを歌います。何でもない顔で興味のないふりして伺ってる姿じらしてるの、捕まえてほしいの恋なくらいでちょうどいいのよ、気づいてまいら。ありがとう。今日は母へのお祝い会でした。人生振り返ってたくさんの感謝の気持ちでいっぱいでした。めっちゃ素敵やん、虹色さん。え、お誕生日ってことですか、お母様。おめでとうございます。素敵や、大親孝行。ミミックさん、いらっしゃい。ファントムさん、音符ありがとうございます。
コエポンさんサイリウムありがとうね。シンジさん音符ありがとう。やっぱりね、もう22分だ。奈良市のじゅんさん、こんばんは。ありがとね。ラミパス、ラミパス、ルルルルルー言うて。え、松山でにゅうめん食べれるお店1軒しかなかった。うわ、ごめん。え、なんかミスドににゅうめんなかったっけ。なんかミスタードーナツでにゅうめん食べたことあるんだけど、私。あ、のりたまが言ってくれておりますが、本日も43名様のフル、ありがとうございます。カムサムニダ。おー、しーいちフル、ありがとうございます。お仕事終わり、お疲れ様、ありがとう。のりたま告知ありがとう。ひでゆきさん流れ星にアンプ、ありがとうございます。ジャンさん、かおりさんのルームよりカウントありがとう。かえぽんさん、サイリウム。しんじさんも音符ありがとうね。にじいろさん、ありがとう。いただきありがとうございます。あ、ラミパスを逆から読むとスーパーミラーだからラミパスになったんだ。考えられとるね。すごすごい。しんいちの作ってくれた動画がいいね600を超えたという。すごい、さすがです、ありがとう。愛媛の外食は天津飯、東京の外食はオムライス、東京の部屋では中華丼。そうやね、確かに。そんな感じかもしれない、本当に。めっちゃね、ご飯系食べちゃってね、何かに乗せたご飯ばっかりだね。よし、では今日のお供なのですが、ご飯、ホットコーヒー、イエスホットコーヒー、あーあーあー、イエスホットコーヒー。お注文ある方、ルネサンス、グッドスメル。何や。おお、のりさんありがとうね。お仕事から帰ってきてお疲れ様、フルしとけますって言ってくれてる。急に通した。やっぱりね、コーヒーはね、本当に落ち着くね。ミスターひな、ミス、あ、ミセ、ミス、ミセス、え、ミスひな法王国です。そこのコーヒーは5段階でいくつぐらい？美味しさってこと？なんだろう、あのちゃんと豆をひいてて、苦さはかなり深いです。深い味わいって感じ、美味しい。ではちょっとランキングを見せていこうね。ありがとう。で、今日これ拍手とかできないのかな、私。これまたあれかな、あ、あれだな、BGM 上げないと拍手出てこない。よし、13位、にじいろさん、ありがとう。にじいろさん嬉しい、今日もありがとう
しんじさん、ありがとう。しんじさん、嬉しい。たくさんいただきありがとうございます。10位、おひつりさん、ありがとう。ひつりさん、嬉しい。今日もありがとうございます。9位、お、ひでゆきさん、ありがとう。ひでゆきさん、嬉しいね。たくさんありがとうございます。8位、ローマ字のまささん、ありがとう。まささん、ありがとうございます。いつもお団長ありがとう。ラッキーセブン、お、ファントムさん、ファントムさん、7位です。明日はいい日になるぞい。6位、ヤマピー、ありがとう。ヤマピー、今日もありがとうございます。嬉しいね、たくさんありがとう。そして5位、こえぽんさん、ありがとう。こえぽんさん、団長です。いつもありがとう、嬉しい。4位、ローマ字のマサさん、やった、ありがとう。マサさん、嬉しい。今日もありがとうございます。そして3位、あぽん、若井さん、はぁ、若井さん、3位、たくさんいただきありがとうございます。そして2位、あぽん、ワンワンボーイさん、ヒュー、ありがとう。2位です、たくさんありがとう。そして今日の第1位、順番変わったって。ほんとや、7位がのぶさん、のぶしゃー、7位ありがとうございます。明日はいい日になるぞい、ありがとう。あれ、これまた読めてない人いますかね。13位ようちゃん、12位しんじさん、11位おひつりさん、読めてたかなと。 ありがとう。りょうたろうさん、こんばんは、ありがとうございます。23000回もよろしくねって、よろしくね。23000回って何年後では今日も一曲歌って終わろうかな。今日ちょっとあの紙とペンを忘れてもうたので、ちょっとこれだと思ったらそれをもう歌わせていただきますね。それでは何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。え、どこかでルパン歌ってる人いる、かっこいい。ルパン、ルパンって言ってる。54位、大工さん、大工さん、ありがとう。すごい。今日ペンは持ってきてたんだけど紙忘れちゃった。ビッシュ、あ、ビッシュさんの歌いいね。葛飾ラプソディ、私の恋はホッチキス、人としていいね。あなた解剖巡連歌いいね。揺れる思い、レッドイットゴー、みかんハート、チェリー、水木奈々さんのひなおちゃんの好きな曲、ありがとうございます。スノーハレーション、ルパン三世のテーマ、コネクト、
幸せな気持ちになれる歌だって。確かに。スイートエモーション、名残雪。壁に変えちゃえ。紙がある、この紙な。黒が映らねえ。オースサイン、おー、ありがとう。また新しいの。新一 Your song、 宮崎のおじちゃんさん、ありがとうございます。あー、たくさんありがとうね。シンデレラボーイいいね。カブトムシ、直樹さん、ありがとう。これを元気に歌って終わりたいと思います。あなたの両腕を切り落として、私の腰に巻きつければ、私のポケに入れたなら、あなたの最後の記憶は私であるはずよね。逃がさないの、離さないの、私だけのあなたになるの。今すぐ部屋においで。私だけが隣にいたいの。いいから部屋においで。ねえ、どうして私から逃げ出すの。知れ、あなたがもしも他の人と手を繋いでるのを見たら、指を食いちぎるわ。足を引き裂き歩かせやしない、唇を縫い私だけのキスを味わえばいいの。ねえ、私はどこがおかしいですか。好きすぎてあなたが欲しすぎて。
今日はあいみょんさんのあなた解剖純恋歌しねという曲でした。リクエストありがとうございました。やっぱカラオケと言ったらね、この曲やろということで、はい、ありがとうございます。あ、おさむさん、若いさん、兄さん、ありがとうね、たくさんミラボいただいておりまして、ありがとう。おさぴーさん、ひでゆきさん、拍手もありがとうございます。ひでゆきさん、たくさんありがとう。としさん、お、若いさん、おさぴーさん、待てよ、ひでゆきさん、ありがとうございます。兄さん、ありがとう。それでは、今日はカラオケから失礼いたしました。来てくれてありがとうございます。明日また配信で、そして、23日武田ひなほ竹山 3.5 の5周年ライブがあります。愛媛で開催されますので、一般チケット発売中です。ぜひお待ちしてます。おやすみ。5、4、3、2、1、バイバイ。